さあ県の取り組み続いてはこちら。去年夏の記録的大雨被害を教訓に開発されました。災害時障害がある人などを音声で避難所に誘導します。大雨や地震などの大規模災害では一刻も早い避難や状況の把握が重要です。そこで課題となっているのが障害者や高齢者がどのように避難するかです。スマートフォンやパソコンなど情報通信機器の操作が難しい障害者や高齢者は情報などが届きにくく迅速な避難につながらない恐れがあるからです。そこで県はある取り組みを始めました。この後もまた、いつどこでどのような災害が起きるかわからないという状況にありますので、やはり情報発信が非常に重要だということで、今回の視覚障害者の方々にもお使いいただける、音声でお聞きいただける耳で聞くハザードマップというものを、作りまして、今月からちょうど運用を開始したところでございます。こちらがスマートフォンアプリユニボイスブラインドです。この場所の住所は秋田県秋田市山王3丁目1番1です。標高は 5.7 メートルです。この場所は最悪の場合洪水による浸水が発生してその深さが50センチメートルになることが想定されています。このアプリは文章を自動音声で読み上げます。現在地の住所は利用者が現在地を設定すると気象警報や注意報などの防災情報、洪水や土砂災害、津波などのハザードマップを確認できます。昨年の7月の大雨の際に高齢者であったり視覚に障害のある方の方が自分のいる位置のハザードマップの状況だとか、どういうリスクがあるか、そういった情報がわからないというような話も一部あったようです。アプリは最寄りの指定避難所や指定緊急避難場所にも案内してくれます。ではこのアプリを使って秋田県庁から近くの避難場所に行ってみます。見てみますと山王中学校と出ていますね。誘導するというボタンを押しますと、方向の矢印もついています。この矢印に合わせて行ってみます。避難所へはシンプルな矢印で案内されるほか、距離なども音声で読み上げられます。山王中学校体育館洪水時は校舎2階以上を含む定時方向263メートルです。今年1月の能登半島地震では住民同士が声を掛け合うことで迅速な避難につながった事例もあり、このアプリを使って周りの人に適切な避難場所や方向を教えることも防災につながります。山王中学校に到着しました。避難場所まで5分ほどで到着をしました。歩いている途中も残り距離をアプリが伝えてくれるので非常に分かりやすかったですね。県は障害者や高齢者に限らず多くの人にアプリを活用してもらいたいとしています。秋田県高齢化が非常に進んでおりますので、その中においても中心となる方、自治会長さんですとかそういう方々がお声掛けをしていただいて、皆さんにこういうのがあるよということで、またそちらの方を活用していただければと思っております。はい、この防災アプリなんですけれども、今画面に表示をされている QR コードを読み取るとダウンロードをすることができます。はい、県内すべての場所で活用できますので、ぜひお試しください。はい。